多分一生新発売パターンだったよね。なんかこんな遠かったっけ。今日はあるかとお届けしていますイエーイ、 イエーイ。こんばんはって言ってますみんな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。どうですか。そうですね、やっぱ今あえ待って、箸が入ってない。あ、嘘、入ってた。熱い出すだけだった。何でしょう。ヒントは先輩です。お、何でしょう。ヒントは先輩です。手汚れる。こんばんは。今日はですね、ある先輩と配信しております。誰でしょう、誰でしょう。こんばんは、みんな。こんばんは。ラブリンさんではないですね。ルハタさん、ルハタさん、ルハタさん、ルハタさんかもしれないですよ。お元気ですか。元気です。サキさん、サキさん、シーナさん。ルハタさんだって。ルハタさん。サキさん、リシさんじゃないですね。初見です、こんばんは。ありがとうございます。嬉しそうだね。嬉しいよ。エゴさん、正解はでーじゃるじゃん、人生の先輩の石川かのんちゃんでした。そっちね、石川かのんちゃんでし た、 そっちでした。みんな正解です。みんなキャサン、キャサンって言って、キャサンしか考えられないって。嘘、笑うんだけど。正解です。皆さんさすがですね。そうだ、やっぱりキャノンティー回。そうですよ、先輩ですからキャノンティーは、うん、いろんなこと経験してるんですよ、社会人だから。そう、長く生きてるから。そうですよ。そうです。ということで始まりましたけれども、久しぶりにショールームをしてますけれども、うん、昨日と一昨日は握手会でしたね。ありがとうございました。制服ですか。制服、そう、制服、旧期生全員で制服を着ました。一昨日はあの全員の写真をね、ブログじゃない、メールで送ったのですってカード送ったのでしたが、どうでしたか。ほら、いたわってあげてだって。そんな、いたわる系ではないよね。いたわる系は冬ちゃん。冬ちゃんはいたわってあげてる。制服可愛かったって。可愛かった、みんな。誰のが可愛かったかな。みんな可愛かったけど、みんなの見た生のやつ。うーん、全員じゃないけど、あ、最後の方の人とか合わないもんね。うん、キミちゃんの可愛かった。有能でした。でしょ。あ、でもうちら夜までいたから。あ、本当？帰って、なんかその日夜までいなかったっけ、ここに。うん、あー、確かに帰ってきた人は人見たね。あったね。みっちゃんとかも可愛かった。ナイアンはあれはね、もうダメ。ナイアンはあれは制服なのかって。そう、現役です。ナイアンのはマジであれは制服というのかっていうギリギリのライン。黒、もう真っ黒、なんか2杯とネクタイしたからいいでしょみたいな謎の謎のね、論理をね発
表されたんだけどね。みっちゃんのも確かにフリフリでしたもんね。なんかでもイメージは外国みたいな、外国の学生みたいならしい。ミュージカルみたいだった。こんばんは。ふゆちゃんも可愛かった。ふゆちゃんマジで元気みたいだった。キャさんとまこちゃんは姉妹にしか見えなかったって。うん、最近めっちゃ言われる。そうなんだ。いやたまになんかさ、髪の長さ一緒にしたら絶対マット似てる、ね、言われる。24の S 公演、2回公演か。ありがとうございました。ユッチのお嬢様感すごかった。それな、すごいよね。あれ似合うってすごいよね。じゃあ、皆さん握手会で話し損ねたことを今から話してください。話し損ねたか来れなかった人。明後日の公園行きます。お、誰ですかあなたは。来るみたいです。さっきの公園来るみたいです。この方はさっきの公園 K2 ですね。練習しなきゃ、楽しみ。ケーキからはキャナンティーとキミちゃんとダスとナーヤンかな、うんうん、が出ます。サキさんの生誕祭、うん、嬉しい嬉しいです。サキさん剣取らなかったことを後悔した。おお、じゃあそういうとこあるよね、そういうとこあるよね、うん、そういうとこあるよね。から次は来てね。昨日横にゃんさんが隣だ、のれんだったんだけど、アフロがなんかアフロだったじゃん、ね、でさ、ね、ファンの人もなんかアフロがいっぱいいるの。すごく面白かった。メイクするとき帰ってきた。え、そう。びっくりした、ね、えぇ、ー、って言ったもん、大きい声で。すごい、ハムレット、うん、難しいな。伸ばしたことない。スキーはある。スキーは学校行事でもしたことある。スキーない。ないの？ありそう。いい、意外。めっちゃやってそう。ないの。雪は、雪見たことある？雪。スケートあるよ。あー、スケートめっちゃやってたのよく、うん、オアシスでやりたい。でもあそこってさ、こうあれじゃないよね、なんだっけ、氷じゃないんだよね、オアシスのスケートって。偽物らしい、人工的な。そう、なんかもうなんか冷たくないんだって。だからそれなんかもう始まってて見たけど、なんか滑ってるっていうより歩いてた。それ一年中できるじゃん。そうなの？あ、そういうことね、確かに、うん、確かにローラースケートみたいな、7日の握手会楽しみね。来週も握手会めっちゃ多いよね、握手会、うん、土日何度も。8は握手です、来てね。8は振り替えの握手。乗馬の経験ある？ある。え、私も毎年馬乗ってた。えー、なんかおじいちゃんが馬の選手みたいなので。ああ、なんか毎日。そう、なんかそれで競馬場めっちゃ連れてってくれて、楽しそう。競馬場とか馬乗りみたいな、北海道で馬乗ってた。めっちゃ動くくない？うんね、やばくない？すごいよね、体が。保育園の時はポニー乗ってた、ちっちゃい馬みたいな。かわいい。馬でもめっちゃ苦手だったの昔、でなんか保育園の遠足で馬乗るみたいなのがあったんだけど、一人だけ乗れなくて、みんななんか馬乗って写真撮ってるのに、私だけだけ横でこうやってる写真だった。初見です。小さい子は怖いかも。うん、怖かったのか。
動物が無理だった。あと着ぐるみも無理だった。うん。お父さん、ギフトありがとうございます。クリスマスプレゼントだ。名古屋は寒い寒い。うん、まあ、どこも寒いよね今の季節。でもなんか東京も寒かったこの間行った時。うん、クリスマスの握手会行きますね。ありがとうございます。サンタさん着るんだよねみんなで。うん、楽しみね。どんな感じなんだろうね。全員着る。大量発生するそれな、すごそう楽屋ね。7日初めて行きます。嬉しい、ありがとうございます。7日はなんかもらったなんか恐竜のパジャマみたいなやつ着ます多分誰ですか、話し合えて。誰だと思いますか誰だと思いますか。馬かわいいよね。でもかっこよくない馬、うん、サンタだらけね。今朝何してる。だって今朝はご飯を食べています。今朝は麺を食べて、麺を食べています。クリスマスって何ですか。クリスマスはあの私に会いに来る日ですね。幕張まで。こんばんは。今日のリップ好き。これはなんだっけ、忘れちゃった、また名前。これです。でもねこれ合わないなと思ってね、新しいの買いたい、ね、青みピンクみたいな、似合わないらしい。サンタさん信じてますか。当たり前じゃないですか、サンタさんは来るんですよ。前さ、この間なんかさ、劇場の裏でその話してた時ももたんとね口論した。サンタさんは来るんですよ。だって私本当にでもなんかママなんか誰にも欲しいもの言わなかった年があったの、うん、で寝る直前にね行ったの、うん、そしたらねそれがね来たの。すごくない、うん、すごい。からサンタさんはいます。サンタさん言うの。何歳までサンタさん来ましたか。一昨年、去年はあのなんていうの、名古屋のお披露目前のなんか合宿みたいな感じで、うん、ずっと名古屋で一人でホテル暮らしでからなんか誰も来なかった。すごいよね。保育園の先生がサンタさん見たことあるって言ってた。うん、さてさてさて、今日私はブログを書くんですけど、なん写真どうしようっていう気持ち今。何の写真にしよう。そう、スマホケースを変えたんですよ。ね、自分が見える。そう、鏡になってる可愛いやつ、安いけど。どうしよう、何の写真にしようかな。載せたい写真はいっぱいあるけど載せていいかが分からない。制服の写真はなんかねいい感じのがないんだよね。明日は何もないか。うーん、握手会のね、握手会の写真だよね。ブログまだ書き始めてない。なんか最近みんなブログ上げなくない、なんか少なくない、全然上がんないやんと思って。じゃあみんなメールの返信ってしてますか。昨日とか一昨日とかなんかね、いつも見れなかったから、なんか来てないのか見れないだけか分かんないんだよね。メール返信した方いますか。今日した。え、じゃあ
来てないだけかな、見れなかった。なんか返信めっちゃ遅い時の。本当？なんか昨日のも来てないし、今日のも届いてない。そう、読もうと思って開くんだけどね、なんかいなかった、いなかったってかなかった一個も。ツイッターでした。ツイッターでは見れるの。いいな、ピカチュウのアバター。昨日からバメ撮り始めた。やった。もうね、写真がいっぱいあるからね、いっぱい送ります。なんか踊ってます。なんか踊った明日。うん、今日あやった。今日やりました。私もやりました。これずっと頭の中に残る。めっちゃ聞いたもんね。金曜日の鉄なってる。6日は出ます。さっき発表された。鉄な、なんか大富豪が聞こえた。小鹿ですか。大富豪小鹿だよ。意味やから大富豪は、私は自分のアイコンが出ました。でね、カードもね、自分のコンプしてるからね、今多分一押し力高い。赤ちゃんおるな。なんで子供来た。お金もしてる。そう、一回アイコンガチャの10連引いたらね、自分とあやめろさんがね、一気に出た。2個、ラブルあやかですね。でもさ、10連ガチャのさ、カードの方引いたの、この間、そしたら、いたかな、キャナってその時いたかな、あのキラキラが、あの一番強いキラキラのピンクのキラキラが3つあって、うん、って思って1個で引いたジュリナさんだったの、うん、で、おおって思って2個目青海だったの、うん、おおって思って3回目も青海だったの、うん、で、なんか青海2個かみたいなで、それでもう1回やったのね、ちょ、お、調子いいぞって思ってなんか来たんだけど、そしたらまた青海のシークレット出たんだけど、ね、なんかさん推しに負けたよ。あ、悔しい。でも待って、よかったね。悔しい。星真子もいるよ。マコピとココナが対戦してる、うん、そうだよ。今大富豪したらココナと会えるかもよ。そうだよ。ねえ、お母さんはルカさん推し10に分けたよ。なんだっけ、10決。え、悔しい。え、なんかさ、コナさんの持ってるさ、え、強くないやつも、ね、覚醒してるの。ルカさん推しはな、誰。クニ大富豪。それは負けるわ。キャさん、あと1回対戦したらきらめきだって。すごい、2回当たってるってこと。私ココナのきらめき持ってないと思ったら持ってた。なんかでしょ。うん、ココナさんと当たらないって。当たるよ。さっき大富豪したらさ、岡本彩香推しって書いてあったからさ、めっちゃねスタンプ送ったの、うん、なんか無視された。え、嘘の岡本彩香推し。しかもなんかカード違う人だったし、うん、あれ嘘への岡本彩香推し。悲しいやろ。え、ね、見てほしいものがあるの。何、あ、やばい、大秘密かも。なんでなんでなんで、大橋真子が泣いてる。笑った。やっぱもう一回感染しよう。いいよ。岡本さんとは実際に大富豪、あ、アクションのやつか。私昨日えなちゃんと大富豪ブース行きました。私はうつまこと行きました。うん、ブブン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 。え、何ということ、なんでお化けだ、お化け。お化けがいるよ。お化けが見てます。お化け怖いよ。怖い。コナさんさ、ちょっと怖いんだけど。コナさんブログ書いた。うん、もう送ったよ。あ、早っ、負けたわ。
でも内容はない。内容はない。自分で言ったら終わりだから。え、違う。怖い、怖い、見て。何？お墓に引きずり込まれるよ。怖いよ。え、本当に？え、なんか本当にそういう人かもしれないよ。違う、今手を伸ばしていましてね。なんか手をか、怖い。みんなでいるから怖くないんだよ。怖いよ。じゃあいいや。ブログのシーンどうしよう。ねえ、まこちゃんのハピネスをもらったよ、ね、やば、強い、うん、ハピネス何回？いや、まこは赤1回なの、なんで？え？ハピネスが一番可愛くない？うん、はピンクだ、今ハピネス使ってる、うん、自分の。どこ？まこちゃんのハピネスがないんだけど。いや、もらわなきゃ。怖いよね、怖いよね。まあいいや、それにしてね、コンピューターだって。ねえ、ブログの写真どうしよう。ねえねえ、どうしよう。え、ロマンスがいい、パラダイスがいい。ロマンス可愛いよね。え、次ロマンスいいし。こんなさんのブログ怖いって。見て、うん、ルカさんがいる。そうだよ、もう一回やろう。ルカさんの特別なカードがもらったよ。その他1名じゃない、その他3名。その他3名です。あや、あーね、ハゲてるよ。今日ハゲ、私マジでハゲたの。え、真剣に心配されるもん。え、私一番ハゲて自信ある。え、コナさんもだよ、なんか。え、コナさんもそこハゲる。なんで？え、あれ隠しだから。隠しハゲる説？でも私、え、隠しと逆だよ。え、なんで？やっぱさ、ストレスだよ。え、こないだ隠した時やばかったよ。ストレスだよ。怖い。ケイちゃんの漢字を調べた。鳥ちゃんだよ。知ってた？ケイちゃんの漢字は鳥ちゃん。え、ケイちゃん知らないの？めっちゃ美味しかった。さそう、鳥ちゃんだよ。ちょうだい。ケイちゃんは鳥ちゃんだよ。ケイって何？俺も負けないぞ。イエーイ。友達やな。うん、そうだよ。鳥ちゃん、鳥ちゃん、鳥ちゃんだよ。今何時？うん、うん、まだ平気だ。鳥ちゃん、鳥ちゃん、生誕祭でてのさきさんと、私、え、まだ生誕、今日なんですよ、ブログ。まださきさんの生誕やってない。自分の写真か、青みとの写真か、ルハタさんの写真か、鳥さん、チリさん、チリさんの写真もあるよ。チリさん、チリさんと写真撮ったもん、昨日、ちょっと。つりさん、あとなんかキューキーいっぱいの写真、いっぱいではないな。野々垣さんと、野々垣さんと写真撮るの忘れちゃったんだよね、昨日。え、やばくないそれ。野々垣さんの写真ってさ、来週いるんじゃないの？うん、見せていいの？え、それな、多分ダメだ な、 なか昨日までか、一昨日までダメなのかな。どうしよう。今あれか、公演中だ。なんか、コンビニの匂いがする。みんなコンビニに行ったからだよ、うん、そうだよ、みんなが。7日も会えるって。じゃあ、はい、その時撮ってもらおう。なんで持たれてるの？なんで？え、まこちゃんかわいい、かわいいな、うん、いいよ、うん、これからレッスンじゃない、練習するだけ。もう一回やらないと。じゃあもう一回してろ。え、マジでね、古畑さんとのね、いい感じすぎる写真がね、いっぱいあるんだよ。あ、ダメだ。あ、なんかもし、わかんないけど、もしかしたらあのモバイルで載せてくれるかもしれない。一斉ので。マジでね、なんか一生大事にしようと思う写真がある。ねえねえ。あや、エスコンへの時よさ寂しそうだって。そんなこともわかるのか。やっぱり、やっぱそうだよね。うん、やっぱよさ。川島だよ。何が？川島じゃないの今日。違うよ、キャッチフレーズがないからだよ。あー、え、スザンさんも見たよ。見た、見た。なんか迫力がすごい。なんか走ってた。なんかさ、前に足が伸びてた。松本当たったって。え、コナさんは？コナさんは？今だ絶対。今ならコナさんと。今やってる？今やってるやん。あ、ねえ、ほらマコビミュートです。マコピーぶち切りました。マコピーミュートですね。ちょっと見てみて。え、対戦中にもなってないの？え、なんか速攻で切っちゃうの。なんかバーッとやって、バーッてやって、バーッてやって、バーッてやって。そうするともうなんか対戦中になんないの。コナさんが保証するよ。
りました。そうだよ。ねこれ何、一口だけならいいよ。え、やだ、なんかやだ。じゃあダメこれ何味、なんか新作みたいな。あ、今だね、キャラメルみたいな。え、違う。はい、忖度した。いいよ、しなくて、ね、だってやってないもん。あいつ、そうだよ、あいつはもう大富豪だからいいんだよ。大富豪。カナさん指怪我してたの？え、そうだよ。治ったの？だって。え、なんで知ってんの？ねえ。そうだよ、見て。ほら。痛そう。カナさんね、通りすがりの人に指怪我してるのって言ったの。怖い。怖い。え、通りすがりの人に。なんか本当に痛くて。おばあちゃん？うん、と、うん、普通に男の人だよ。怖い。怖い。握手会の時だよ。あ、握手会に。なんだよ。だ、移動中に。道かと思った。道じゃない。下浜さんって言って。うん、え、違うよ。ファンの人だよ、誰かの。あ、そういうことね。じゃあいいよ。それは大丈夫。手怪我してるんだよ。じゃその人じゃない？その人ね、ココナさんがさ、ね、教えた人。みんな怖くなかったよ。ファンの人に言っただけだったよ。そうだよ。ファンの人にね、いきなり言ったの。そしたらなんかえみたいな、えみたいな顔された。覚えてるのかな。覚えてる、コナさんに。通りすがりの人、通りすがりの人だよね。指治ったのって言った人、ね、指治ったの。あ、これか、ズカさん、ズカさん、ルカさんだね。ズカさん、ルカさん。そう、ファンの人に報告したんだよ。755してない、インスタもしてない。なんか成りすまされてるよ。でもね、昨日にみさんに行ったら治った。え、消された？うん、消えた。え、すごい。なんかハタゴンさんが教えてくれて、すごい、フォローされたよ。フォローされたんだけど、本物、うん、みたいな。すごい。え、消せる、偽物でした。すごい。え、本物だったらさ、フォローしてくれたってこと？わかりません。それはわかりませんけど、なんかみんなにね、先輩がね、めっちゃ心配してくれたんだけどね、あの偽物です。はい、またなんか、でも一回消えたけどね、昨日また復活したの。一回でまた消えたんだけど、復活したら偽物だと思ってください。ゆみ、うん、さんすごいやろ、天才やからな。早くツイッター、ツイッターね、昇格してないからね。ずるいよ。え？ああ、悔しい、ね、悔しいわ。え、あれ、あれ、あれ、あかん、岡本さんいないからだ、これ。確実やわ。星ヶさんいないとた、なんどういうこと？意味わかんない。ちょっと今おもろいことがありました。いつかわかるかもね。そうだよ。うん、あれ、怒られた、怒られた。怒られてない、怒られてない。リミタンちょっと痩せてたって。そうなんだ。うん、今日あったよ、ここのさん。しまった。あ、笑ったや、かわいいって。かわいい。福袋の販売知らん。え？福袋って。福袋？え、何が入ってんの？絶対タオル入ってる。私昔入ってたよ。あ、本当？生写真がいっぱい入ってた。絶対にタオルが入ってる。昨日古畑さんの生写真もらったんだ。え？物販行ったら、うん、なんかあげますみたいな。うん、いいな。え、誰が？ファンの人がなんか当たって、うん、あ、じゃああげるよって。うん、え？って言ったらなんかもらえた。え、いいな。あ、飽きたよ。あ。お母さんが言ってたらしい。え、フルタのショールームで。ああ、なるほどね。なるほど、じゃあ違った、ね、ありがとう。運命の人には出会えなかった、ね、運命の人さ、多分理解してないんだよ。コナが怪我したって。そうだよ、うだ、ね、なんか隅にいた人だよ。隅にいた人、探してるんだよ。もしいたら、捜索中なんで教えてください。あれはバドミントンらへんの、バドミントンらへんにいた、隅にいた、コナに話しかけられた方ねえ、いたらコメントください。めっちゃ真剣に話したんだよ、真顔で。いたらいて、いてください、コメントください。そう、真剣に語ったんだから、コナさん。分かってなかった、多分伝わってなかったということで。え、なんで、悲しいですね。悲しい、めっちゃこんなに伝えたかったのに。残念。まずかさんはショールームで聞いたんだって、う
かさんはショールームだけど、うん、その運命の人は運命の人はいないいない。じゃあ出てくるといいですね。はい、続いてのコーナーに参りましょう。はい、わかりました。何ですか、最近嬉しかったことは何ですか。うん、そうですね、ルカさんと喋ったことです、ね、何を喋ったんですか。ちょっと言えないですね。ちょっと言えないですね。ちょっと何で怪我したの。あのなんか服で引っ掛けました。なんか服でそう引っ掛けたらなんか皮がちぎれました。で血が出た。バカ、うん、そう痛かった。ずかさん優しいよ。もし僕だったらいつも絆創膏ぐらいの持ってあげたと思います。だってえでしょ、その通りすがりに。だってでしょ、優しいな。もう通りすがった人は絆創膏くれなかった。伝わってないからしょうがない。えでも絶対伝わって、ここのめっちゃ真剣にめっちゃ真顔で。でもその人なんて言ってた。あでも分かってない分かってない。いやーみたいな。分かってないね。悲しい。かなさんおっちょこちょいですか。そうだよ。正解だよ。かなは多分ルカさんと楽しい話をしたんです、うん、そうだよ。2回ほど、うん、あの挨拶をした。一回挨拶違う一回目はお疲れ様ですって言った、うん、何って言われたから何って言われて、2回目もお疲れ様ですって言いに行ったらまたって言われて、でまたってね、うん、好きやそんな反応でしょ。好き。でも聞いてください、私は、うん、一昨日古畑さんに、うん、座ってた一人で座ってたの、うんうん、だから本当にねずっと会いたかったの私は、うん、一生会わなかったじゃん、うん、だからね、空いたすぎてね、足が勝手にね、うるはたさんの元に向かっていたの。うこなさんもそうだよ、うるかさん。そして、うん、なんか、うるはたさんって言ったらね、うん、こうやって迎え入れてくれたの、うん、なるほどね。そう、そして握手会をしました、うん、いいなぁ。その動画を倉島さんが撮ってくれてたっていう、うん、見たいなぁ。見せたじゃん、うん見せたし、写真も見せた。うん、これは何？これ何これ？どういうこと？どういうこと？どういうこと？イケメンかよ。おー、イケメンですね。ね、うん、イケメン。昨日なんかイケメンって感じだったよね、髪型が。昨日？私、おとといの話。すいません。昨日は服が緑でしたね。あ、かわいい。チュリさんも緑だった。かわいいでしょ。倉島さんは有能って言ってる。みんなそうです。有能、そうです、有能、そうです。出だしが古畑さんの例まで送り届けました。いいねでしょ、うん、こんばんはお休みにいいねって言った。なんだそれ、何がこんばんはお休み。あ、コナさんだ、コナさんのコメント。ありがとう、いいね、なんでやねん。私のコメントいいね、ヨロピオス。ヨロピオス。コナさんは岐阜麺、うん、そうだよ、岐阜麺。岐阜麺、岐阜に住んでるんだよ、だから岐阜麺。ん、うん、何、東京麺。東京麺か。コナさんは岐阜麺、なんかラーメンみたい。ラーメンかな、ラーメンみたいね。いいな、岐阜タンメン。ほら、いた。ここなレッスン頑張れ。あれ、上海さんやぞ。上海さんだって。上海さんよ。上海さんはね、ちょっとあのね、コナさんにね、ちょっとためにひどいこと言ってきた。何？ね、いや、ダメだよ。何言ったんだ。そうだよ。今食べたいものは？コナさんにね。何？これはね。うん、あの面白い、でも面白いからいいんだよ。うん、何て言われたの？ん？キミちゃんの何？キミちゃんって言ったんだよ。あ、キミちゃん、コナに。そう、コナにキミちゃんの話ばっかりしてくるの。あ、そういうことね。そう、だから悲しいの。あ、ちょっと忘れてた、忘れてた。そうだよ、コナさんにね、キミちゃんの話をね、うん、してくるんだよ、うん、じゃあキミちゃんの話はキミちゃんにしましょう。はい、でも、うん、でもコナさんのことを好き、うん、あ、なるほどね、うん、
応援してくれるよ。コナさんの話もいっぱいしようね。そう、レッスン頑張ってって言ってくれる。あ、そっか、確かに優しいね。本当は優しいんだけど、うん、キムちゃんの話をしてくるそうだよ。そうですね。コナさん白マスク、いやマスクは白やろマスクは白。今食べたいものはだって、あ、そうですね、うん、あの鳥、あ、出た、鳥、鳥ちゃん、鳥ちゃんが食べたい。何、何鳥ちゃんって、鳥ちゃんだよ。手羽先だ、手羽先じゃないよ。違う、ツンデレ、ツンデレだよ。ツンデレ、ツンデレだよ。イカは、うん、飽きた、うん、イカは飽きた、うん、イカは好きだよ、持ってる。あ、マジ、すぐさクリスマスだからさ、鶏肉食べよう。なんか面白いことないかな。なんかしようじゃん。いいよ。何する、何、組み立て体操とか。何それ。あ、いや絶対下だったでしょ。組み立て体操って、組み立て体操って何それ。え、組み立てるんだよ人。え、組み立て体操だよ。知ってる、知らない。 え、組み立て体操だよ。なんで知らないの。え、なんで。あ、組み体操、組み体操組み立て体操って言うじゃん。え、組み立て体操、そう、運動会とかでやるさ。組み体操だよ、ギフ、ピラミッド、ピラミッド。え、そうだ、ギフ弁だよ。ギフ弁なの、組み立て体操。ギフの人いますか。ギフの人は組み立て体操でしょ。誰もいないよ。え、ギフの人がいないんだって絶対。上海さんが、うん、あれお世話になっているので岡本さんに、ほらいつもこういうこと言うの。キミちゃんは優しいのでコナさんよりキミちゃんが優しいって。お世話してますそうだから愛知も組み立て体操。え、組み立て体操でしょ、ほら岐阜に近い愛知面。そうなの、コナさんが岐阜に近い愛知面なの。そうなの、実は。え、いやめっちゃ遠いで愛知コナさん遠いよ。ほら岐阜の人組み立て体操って言うよ。だってほらジェンガ体操、ほらジェンガ体操だって。え、ジェンガ体操あれでしょ、あれピラミッドでしょ、ピラミッド。懐かしい、うちわとかやるよね。うちわじゃない、扇子、扇子、扇、扇、扇、あえ、中心の人がいいな。え、コナさんね、よし、この一番きついとこだ。一番きついとこは嫌。え、大妻子は絶対真ん中だと思う。嘘、お大妻子はあの組み立て体操の、組み立て体操ってやめてくれほらほら、組み立て体操が多いよね。一宮もなの。一宮って名古屋、うん、名古屋って愛知かな。ほら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 、妻子は絶対ピラミッドのやるやん、うん、上から2番目とか、上から2番目のとこにそうナイアンとかがいっちゃう上に。え、ナイアン、ナイアン2番目じゃない、中坂とかも。中坂、あー、わかる。え、なんかこの3は絶対もう一番なんか辛い真ん中だと思う。クラシマさん一番前にいる。あ、クラシマさんいる。私でもさ、うん、なんかさ背高いとかの割にさ力ないからさ、いつも一番下の端っこみたいな一番楽なとこ、まあ抜けても大丈夫。そう、え、いいな、妻子見学しそう。そうだよ、妻子は見学するんだよ、体育参加。的中してそう。2番目に、2番目だって。コナさんは周りの花火いるように入んない人、なんかそう入んない人だったの。なんかなんかコナさんは大技入んない人いる。ひどくない。え、結構さピラミッドやってる人の方が多かったのに花火に。その端でこうやって足上げてこうやってやる。めっちゃおもろい。花火、花火、面白い。組み立て体操。コナさんだ、コナさんじっとできないです。あのなんか足偉いからそう最初は偉いだって。 足偉いやん。名古屋弁、名古屋弁、名古屋弁、汗偉いやん。組み立て体操しようじゃん。組み立て体操しようね、みんな。おつまこは2番目で、コナさんは花火。花火、花火やった、花火だ。花火、その花火今度やって、だって。あ、いいよ、いいよ。じゃあさ、今度みんなでショールーム行きましょうね。
打ち上げたいってなんだし面白いよ司会でやってたって無理なんだけどああ面白い疲れた、うん、面白い頭何する首立てたいあなんかでも軽い技とかあるじゃん。なんかさ NMB さんの曲でさ、うん、組み手数やる曲あるよね。えあれだよ知らんよ。なんかなんかミスするやつも見たことあるの。なんか落ちるみたいなえでも2段3 2段のやつでしょ。わかんない。えなんか乗る立つやつもあるし、めっちゃこういうやつもあった。へえ。北川賢治。北川賢治だよ。バージニティ、バージニティじゃない。なんかさやばいやつない。純情アンダーなんとかみたいな。どんな感じ。めっちゃ、なんかすごいの。あのこうなってるね。オーマイガーやって。オーマイガー。うつ伏せに寝てる人がいてね、それをね、絶対オーマイガーだ。違う、足と手を持って持ち上げんので、浮くの。ありますよね。なんかね、最初の、そう最初の方の曲。え分かんない。てか知らないし。あとで見よう、一緒に探そう。探して。まあこんな感じですね。うん、ちくわ一人でしょそれ。みんなでやるんじゃないよ。一人だよ。ちくわは一人でできるんだよ。やって。はい。でみんなでちくわやったら。ちくわさこまえさやったよ。ね、コナンさんのさ生誕祭ではやってよみんな。うん。ちくわやって。出たい出たい。うん。人の上歩くやつ。え、あるよね。やった。知ってる。蛇の抜け殻みたいな。違う。え？台風の前じゃない。何？蛇の抜け殻だよ。違うよ。違うよ。こういうやつでね。なんかボンってさ、ね、歩くやつ。蛇の抜け殻はこういうやつ。ね、なんだっけ？待って見たい。ちょっと見ない。なんかさ当てたい。うん。なんだっけ？ね、なんだっけ？え、だから蛇の抜け殻やった。違う。違う。うん、あれ行きは飛び箱してるけど。違う、何それ。かあ、じゃ行きは上を行くみたいな。台風の目じゃない。台風の目こうじゃない？こうやってさ棒持ってさ、え、人がさ上歩いててさ、どんどん下の人がくるくるってやつで、そう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 、あ、もうなきゃーやった気になる。気になるからさ見ないで。え、上を歩くよね行きは。そう、で帰りも歩く。帰りも歩くの。うん。あ、なんだあれ。え、あれ上歩く人は一人だっけ。一人。え、なんだっけ。下の人がめっちゃ辛いやつ。大橋箱上。あ、あった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 。え、だからヘビの抜け殻やって。イカダ流し。え、イカダ流しだよ。台風の目。イカダ流しだよね。それキムかもしれない。へえ、台風の目はね楽しかった。え、端っこめっちゃ悪くない。端っこ、端っこだったよ。端っこだったよ。強そう、飛んでく。え、あのね、コナさんはめっちゃやったことあるの、そういう競技を、うん、え、あれもやったことある。他人高く、他人高く、他人っていうの、あれ他人、他人高く、他人っていうの。あとムカデもやった。ムカデもやったえ、おはよう、おはよう、おはよう。いや、あの台風の目は遠心力が辛い。真ん中のとこうやってね。あれさ、外が辛そうじゃん。なんかこうやってやる人めっちゃ走んなきゃいけない。え、いいな、やりたい。久しぶりにさ、なんか運動会したい。運動会やりたい。運動会したいからさ、どうしよう。お願いします。悔しい。運動会したい。運動会やりたい。悲しいね。え、だって休憩たくさんいるから、うん、運動会だって休憩が入る直前に SK で運動会やってたんだよ。え、悔しい。研究生、研究生もさ、研究生その時いなかった。え、その時にもし休憩が入ってたら、うん、研究生軍団もいたってこと。わかりません、そこはどうなんでしょう。え、なんかそれ見たことあるかもしれない。なんでだろう。なんか見た、なんか YouTube に上がってた前。え、なんかゆなのさんなんか飴を食べるみたいなえ、そう、障害物のやつ。そう、わかんないけど。あとなんかサイリウム当てるやつとか。あっ、あっ、ね、サイリウム当てるのすごいと思う。ね、すごいよね。絶対できない。え、休憩だったらできるくない。できない。え、できるかな。 SK でできる。誰か言ってください。はい、メンバーの名前。休憩で一番運動力って何。青み、青海じゃない。岡本さん足速そうだもん。足速いよ。でしょ。熊さんは本気で走れないの。岡本さん白白紫。
あ、白白紫だ。え、それに回ってゲームしよう。今やってる。どんちゃん。なんで書いてあったの。黄緑、オレンジ、うん、あ、白、うん、黄緑オレンジ、え、黄緑オレンジってイメージがある。ジーナさんです、それ。え、だからそれに足してんじゃない。そうだよ。ちとこさんは青オレンジに変わった。おー、チュリさんは黄緑黄色。え、インコみたいな。え、インコ色。須田さんは、須田さん、え、赤、赤。ルカさんは黄色2個、黄色2個。谷さんは7、緑オレンジ緑。谷さん、谷さんと昨日一緒に帰ったんだけどね、めっちゃ面白かった、ちょっと後でお話しするね、楽しかった、昨日面白かった。おしりんさん、え、なんか黄色青白みたいな、黄色青白じゃない、黄色青白。おしりんさん、え、わかんない。え、このおしりんさんのファンの人好きなの、うん、なんかね、うん、めっちゃ来てくれる。似てるからじゃない、やっぱり。やっぱり、え、うん、当たりだって。何が当たり、うん、おー、待って、ちょっと、え、これすげー、 え、びっくりしちゃった。え、すごい、ハラピョン、ハラピョン、みんな言ってるよ。え、ハラピョンすげー、え、みんな言ってるよ。みんな言ってるやん、すごくない、そういうこと。 え、じゃあ鈴木黄色、鈴は鈴、鈴も黄色っぽくない、なんか、え、なんか鈴木こ、濃い、こ、こ、こ、焦げ茶。鈴木焦げ茶。無理だね。赤2つはゆずきさん、有名じゃないだって。え、知らなかった、時代遅れ、ね、ちょっと時代遅れかもしれない、勉強しないとな、やべえわ、ちょっと今度聞いてみよう。うん、シリンさん、でもシリンさん好きなの。シリンさん明後日会うよ。シリンさん好きです。明後日って何、月公演。ああ、え、今度は手伝いるよ。え、マジでいるよね、このこのさん、6日のここの、え、このさん、のあれいないっけ、え、いなくね、いるよ、あ、いるんだって、発表された。おしりんさんいるから嬉しい。え、好き。谷さんはレインボーでしょ。やばい、え、本当だ、誰がいる、あとエボさん、え、エノちゃんいるやん。そうだよ、なんか変わった、これから変更。ナルピーさんはアビルリホさんのやつでしょ、ピンク紫。へえ、え、アビルリホさん、うん、へえ、6日の手伝い行くよ、待ってます、イエーイ、前髪切ろうっけ。え、おしりんさんだ、やった、ね、おしりんさんはいつもの人かな、わかんない、あ、そうじゃない、おばさん来てない、なんで、いじめ、でも海底来てないまだ、うん、海底が来ない、私も来てないよ。え、でも先輩には来てる、え、琴乃さんが見せてくれた。え、なんか来ないの、来てないの、最初出ますよメールも来てる、やばくない。あるよね、たまに、うん、この間気づかなかった、うん、かねえ、これ鳴る、聞いて、昨日さ、古畑さんがさ、握手しながら、えみたいな、なんかパチンってやったの、何魔法が解けるよみたいな、え、何、どういうこと、左手でパチンってやったの、握手中に、かっこいい。え、何それ、ももたんが配信始めた、あ、マジか、そろそろやめるか、うん、え、谷さんの話聞きたいからして、うん、キミちゃん、そう、リョハさんのいるべきで、なんかね、動画送ってた、リョハさんって言って、なんかさきさんと3人でいた時にリョハさんに動画送ってた、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、レッスンないよ、うん、レッスンとか自主練だよ、頑張ります、頑張るボイ、頑張るボイ、頑張るボイ、頑張るやん。え、谷さんの話してよ、分かった、じゃあ終わろうね、うん。
そんなね面白い話じゃない、本当にびっくりした話で。谷さんとの写真を見せるね。じゃ あ見せて、じゃあ見せてあげて。見て、いなり団子食べれなかった。なんで、いいなでしょ。ジュリナさんがね見て。かわいい、うん、でしょ。それもらった。うん、もらったよ。にみさんだよ。え、なんかどういう谷さんだよ。谷さん誰これ。え、姫たん。谷さん、ワオだって。ワオでしょ、すごいでしょ。そうだよ、谷さんはあのコナさん、うん、谷さんにあのやばい人みたいな言われたから、うん、谷さんもやばいですって言ったら、うん、なんかええみたいな、えみたいな謎。サヤエンドはサヤエンド、そう、なんかなんでサヤエンドみたいな。谷さんの誕生日終わっちゃったじゃん、11月だから。えだからおめでとうって言ったの、11月30日に。谷さん今月誕生日ですよね。って言ったら1月だよって言われて。で、えでも11月え、なんか何日何日、11月の、うん、なんか19っぽいね、わかる。あ、わかんない、私26かな。あー、なんかまだその辺ってことだから。タイさん今月お誕生日です、おめでとうございますって言って、あの本当に1月だよって話をしましたね。はい、なるほどね。はい、え、谷さん、何、谷さんのサイリウムってめっちゃ気になんない、うん、なんであの色どうやってさやるの。え、それな、7本持つってこと、うん、どういうことかな。うん、え、谷さんのサイリウム持ってる人いませんか。え、谷さん、谷さん1月っぽいじゃん、だって。え、11月だよ、だってサヤエンドだもん。やから、え、なんで谷さんってあんなにサヤエンドだから。11月っぽい人誰がいるか。え、わかんない、っぽい人買うとかわかんないの。谷さんだけ、なんか谷さんは、ピアスさんは、ピアスさんも11月っぽい。11月っぽい。ルカさんは、ルカさんは、ルカさん6月っぽくない？え、わかるね、5月だよね。あ、いや、5月25だよ。あ、そうなんだ、うん、でも6月、え、なんか、いや、7月、ひまわりっぽくない？え、わかる、だから7月っていうことで。あ、6、7月ぐらい、うん、なんか真夏ではないみたいな。あ、なんかわかる、なんか雨じゃない、なんか雨降ってるけど、もう晴れてきたぜみたいな。雨降ってるけど、あの、そう、なんか晴れた6月みたいな。そう、雨が止んだ6月。一本に7色のフィルムを貼って作るんだよ。えー、えー、あ、じゃあ縦、ユッチのさ、なんか、あ、なんか折り紙みたいな、あれね、大変だね、でもね、すごい面白い、制作がむずい。いや、あれじゃない、なんかもう決めらんない、全部持てよみたいな感じだと思う。そうなんだ。そう、谷さんはあくまで予想です。そう、この人の予想、コナさんの予想は、谷さんがサイリウム決めるときに、うん、あ、もう決めらない、もうみんな全部持てよだと思う。どう思う。分かりません、ちゃんと意味があるんだよ、うん、私何月っぽい、何月、本当は8月とか、うん、でしょ、うん、だけど、うん、なんか5月っぽいな。なんで今違う、当てたじゃん。前も言われた5月って。え、なんかね、なんか夏って感じしないよ。本当に名前に。え、コナさんって超12月やない？11月っぽいよ。サヤエンド。じゃあコナさんはサヤエンドみたい。あ、3月もっぽい。あ、コナさん？うん。コナさんって3月？っぽい。9月っぽいっけ、見て、うん、9月っぽい。かわいい。9月がいい、私も9月がいい。9月って可愛い人多くない、誕生日。え、9月、誰、ふるはとさん。え、なんか違うの、私なんか中学の時好きだった、うん、あの女の子の先輩が9月前だったの、うん、で、ふるはとさんもだし、なんか可愛い人が多い、うん、乙女座だし、確かに。え、乙女座？あ、そうだよ、9月の。だ、獅子座だよ、獅子座。このヤギ座だよ。ねえ、やだ、ヤギ座嫌だ。ねえ、ヤギ座を変えたいから、本当になんか星座変わんないかなって。何がいい？え、双子座。
あ、双子座って可愛くない？え、てなんか水亀座とかは嫌。あ、なんで？天秤とかも嫌だ。で？ヤギ座がいっちゃん嫌。いや、もあれ、お羊座、お羊座。ちょっと可愛くない？コナさんヤギっぽいじゃん。そう。ありがとう、ヤギだよ。いや、乙女座がいいよ、やっぱり。なんか新しいのね。すいません、双子です。双子？双子ってこと？双子座。カニ座はカニ座。いや、あ、カニ座はなんかわかんの、顔でカニ座の人ってバレちゃうからダメ。何月カニ座？カニ座はなんか7月とかじゃない？あ、確かにそうだね。サソリ座、サソリ座はいいよ、コーナー。サソリ座めっちゃいい。でも可愛いね、ちょっと可愛い。かっこいいのに可愛い。ルカさん双子座だって。悔しい。あ、そうか、いいのか、双子座がいいのか。うん、双子座がいいのに。カイニャン、カイニャンぽいね。めっちゃぽい。もうバレてる、バレてる。それはもうバレてる。じゃあダメだわ。え、おつまことかさ、双子座みたいな顔してる。乙女座じゃない？双子座。ほら、ほら、おつまこは双子座の顔。5月じゃないの？乙女座が9月か。そうだよ。え、ふえちゃんはなんか、なんか弱そうな、弱そうなやつ。羊座だよ、ふえちゃん。ちゃんは羊座だよ。え、何これ。あ、シー君。シー君クリスマスプレゼントだ。いいな。ココナさんもクリスマスプレゼント欲しいんだけど。プレゼント交換しよう。いいよ。え、クリスマスプレゼントが欲しいからショールームっすよね。分かった。じゃあ私は、ココナさん今からショールームします。じゃあ私は終わります。妻子はルカさんの誕生日の前日。あ、そうなんだ。24じゃ許せんわ。なんで？許せない。なんかちょっと許せないですね、これは。ココナさんはもう5月25日に生まれ変わるから絶対。はい、頑張ってください。はい。ということで、見てくださってありがとうございます。じゃあコナさんにプレゼントをください。コナさんにショールーム、コナさんの携帯がショールームします。はい、じゃあコナさんはプレゼントもらうよ。バイバイ。バイバイ、またね。明日は公演です。見てください。明日は公演じゃないです。間違えました。明後日は公演です。その次も公演です。その後も公演です。見てね。その後は握手会。そして一緒にお送りしたのはキャノンティーでした。ほぼ滑っていない。キャノティがね、キャノティが指パッチンをしたところで終わりたいと思います。バイバーイ。